俺さ、俺ジャスの配信見て、俺もうおじさんになっちゃった。ボロボロ泣いたわ。俺さ、今日ジャスがレディアンと上がった瞬間寝てたのね。ビデオで泣いたわ。ビデオで。生配信で泣くならわかるけど、俺ビデオで泣いた。爆睡しとって、俺。忍者から電話かかってきてさ、忍者の電話なら出なくていいかと思ってピッて俺で無視したの。で、忍者から2回目かかってきて、忍者が2回電話かけてくれてなんやろうかと思って、出たら、ジャスがレディアントになってるよ。スタミン起きた方がいいって言ったよ。あ、そうなんつって起きた。忍者が電話してくれたのよ。で、20時間ぐらい前に、まあこれ動画化するんだけど、深夜のね、3時ぐらいに忍者にね、助けてって LINE 送ったらね、5秒ぐらいで返信か返ってきて、いいよって返ってきて、配信外でコーチングしてもらった。もうルーンから何もかも最初から全部見直してもらったわ。そんな人からの電話無視したら。俺でもね、アドレナリン出てるからさ、まだジャスのあれが冷め切ってなくて、全然寝れてねえんだよな。さあな、親頑張ろう。もう1ヶ月切ってるわけだから。行こうな。頑張りましょう。いろいろ教えてもらった。忍者に、いろいろ教えてもらったから。忍者にも同じこと言われたわ。連勝てって。なことは知ってんだよ。なことは知ってんだ。連の勝ち方を教えてもらいました。ロルジアも伸びないってみんな言うけど、あ、好きなことやんだから配信で一番なんだよね。ロルが好きだからな。配信の観点とか伸びとかの観点で言うと、多分ロルは良くないと思う。俺も。でもそこじゃなくない？俺配信外でだから5日間で俺1000、あの、90戦回せるポテンシャルの持ち主なんだよ。俺このゲーム大好きなんだ。俺気づいた、マジで。いや、マジ病的だった、本当に。本当、自分でも思ったもん。だってさ、あのさ、レートが下がってさ、悔しいとかじゃないんだよ。レートが上がっていて、わ、めっちゃ調子いい、このゲーム楽しいじゃないんだよ。ずーっと同じライン。くーレートずっと変わんねえの。昇格戦とかだ、俺 D3 の昇格戦何回入ってたと思う？ 4 回入ったの。全落とし。ああ、カメラずれた？はい。今までリングだったんだけど、リングだった理由がさ、若干レーンこけても、あの、相手レベル9で、9一発で後衛殺せんだけどさ、リングだと若干こけてもいけんだよね。で、コラボ島だとこけるともうクリアできん。やべ、マップごめん。ごめんよ。終わった終わった。ちょっと待って。ごめん。俺マップ隠してない。そうで、忍者が口酸っぱく言ってたのが、ガンクリに刺さるんだと。セトが強いな。セトが強いな。敵を倒します。ダブルキル。これはどうなんだ。いや、ブルー陣持ってるわ、勝ちだ。いや、悪くない。でね、リングでずっとやってたからね、 CS 取るのがむずいよな。痛い。前でレーニングに全てが詰まってるから、待って。敵を倒しました。いやー、それタワー食らう。あー、死んだかな。味方が倒されました。帰ろ。でね、そのさ、俺もさ、レーン勝つならさ、俺最近レーン勝つってことをすげえ重視してから、忍者レーン勝つんだったら他のジャンプ使った方がいいんかなって話をしたら、レーン勝つっていうのもチャンプごとに基準があるって話をしてくれて、アーリでのレーンの勝つ基準があるっていうか、これなんて言うんだろうな、動画で詳しく忍者が言ってるから、ちょっと明日、明後日動画出るからさ。で、その勝ちラインを自分で決めて、絶対にそれを遂行すると。それがレート上げるコツですよ、と。忍者は言うて申してました。クラフトオンで、W で MS アップ、Q の入り当てて、ナイス。敵を倒しました。楽しませてちょうだい。今回俺の勝ちライン、基本的には、プッシュに負けないこと。届かねえか、あれ。痛い。
前そんな火力出るんか。うわ、いやらしい、このブーグブキモ、めちゃキモいやん。でここで敵の体力を減らしておくと、でかいよ今みたいなワンプレイが。でかい、アルスに関してはなんか味方に敵か、敵にすげえ強い人がいたからちょっと強いんかなって思ってきた。よっしゃ、オッケーオッケー、十分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 、マジ十分。いや、勝った。あ、何調子乗ってんだ、お前。調子乗ってんな。敵を倒しました。なんか俺もテンパってたから敵もテンパってたな。昨日忍者に教わった後2戦したんだけど、その忍者もすげえうまくいってさ。忍者レート上がったら松屋おごるよ。いや俺もうサブスクライブ超えずに300個しちゃって、金がない、金がないから、忍者に渡す金はないです。忍者には300円。牛丼の波乗りってそんなんやっけ。敵を倒しました。来てる。てかさ、配信外で俺一回雷神と当たって、雷神の今メインアークが放置しすぎてプラチナなんだよね。俺途中まで気づかんくてさ、味方に全然フィードしない、めちゃめイレリアいるわと思って、名前見たら雷神って書いてあって、味方のニダリにガン切れ大切れしとった。でその後さ、その後ね、まあで動画 見たら分かると思うんだけど、忍者と俺がコーチングしてる時に、あの VC に入ってきて、深夜の何時ぐらいに俺と忍者がさ、あの VC 入ってたからなんかおかしいなと思ったんだろうね。何してんだろうなって入ってきて、あの雷神もちょっとだけコーチングしてくれたんだよ。そしたらさ、スタミお前存在感なかったよ、存在感なかったよじゃねえんだよ、ふざけんな。言ってます言ってます言ってます、言ってるよー言ってるよー。いやー、それは刺さんだぞ。カメラの位置がずれたいいじゃん、うまい系配信者や。よくない、すごくよくない。ああ、よくないな。味方が倒されました。すごく動く、なんかさ、俺も思ったじゃん、それダメよ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 。あー、行った方がよかった。いや、ダメやな。ジャズの配信見てさ、感度低ないと思って、いや、高ないと思って、俺めっちゃ動くんだよねって。俺エイム悪いからさ、そこら辺をさ、感度低くしてフォローしてんの。これエイム悪い人あるあるだと思うんだけど、マウスのとこ狭い。ありがとうございました。あのね、これこのディスクさ、もうほんと長々使ってて、俺が中学生の時、新田選挙やったあの Windows Vista が載ってる一体型 PC、 家族が買ったやつをずっと使ってて、あのね、キーボードとマウスがさ、はみ出てんだよな、横にビエって。マウスパッド置くとこがちょっと狭くて、グレイブスがそっち側にいるからな。あー、ナイス。あー、今の外すんか俺。ティルト、あー、今の外すんだ。
でもトリーフリーかな。エカリムのアルティメットが若干怖い。グレーシャル、いや俺問題ない。さあ待って、待ってから、うーん、まあ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 、あー、ジンが中入っちゃってるか。あー、これは事故。いや、また取りいないんだよね。取りいない、取りいない、取りの時間を作るゲーム。おお、いやー、ミニオンバカ、ナイス、でかすぎ。セット相手のグレーシャル、タノジ、厳しかった。いやー、ね、これ落ちたもん多すぎでしょ、プラスすぎる。あー、俺いないよな、あー、俺いないよな、ちょっと待ってね、全力で。ナイスビルで、グレーシャル、グレーシャル、グレーシャル、はい、ゾーニング、ダメージ当てない、ダメージ当てないよ。で、ここ、敵を倒します。これかな、これ。これなそう。怖いな。急いで。めちゃめちゃグレーシャルの悪いとこ出てる。あっか。あー、ちょっと戻っ。ちょっと挙動がおかしになりました。いたな。これソラ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 。ジソラ。遅いな、遅いな、俺が前出るか。いや遅い、めっちゃ遅い。いや、やめん、やめん、俺ピン出すわ、俺ピン出す、俺ピン出す。いや、カイトせん、カイトは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 せん。でもさ、バロとか見ててめっちゃ思うんだよね。このゲームってさ、人のせいって絶対あるよね。てか人のせいがさ、他のゲームの何倍も目立つゲームじゃない。しょうがない面あるよな。だってさ、40分ゲームとかしてさ、その40分ゲームのさ、ずっとさ、アイテムっていう面でさ、その敵の強さがさ、40分間ずっと変わるんだよ。バロって言ってみれば、まあラウンドのそのここ取ったら有利とかあるけどさ、強さはずっと一緒なわけじゃん。装備が変わるってやばいよな。シエスト、オーバーウォッチってあるんだ、人のせい。あ、スキル当たりすぎるとある程度のやつ溜まるとか、プラスと飲んで、うーん、よくない当たりしてるな。なんで画面固定なのこれ、助けて。あ、これどうしよう。あ、なんで画面固定なのこれ、ちょっと助けて。うわあ、もう至極にしたからね、フラッシュはバカバカ切りますよ。ナイス、今の集団戦もジン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 。待って、トップパッド押しちゃうわ。トリンがもう最強だな。あ、それに寄ってあげた方がいいかもしれない。ナイス、なんかぶん殴ってきてる、ずっと。
いやーちょっとね、ウルトラ。ランページ。敵を倒しました。終わりが厳しい。終わりが厳しいかな。ちょっと変わってるべ、CS 以外は。CS はリングからコラプトにしたから許して。上。MS 下げて、次は関係ない。完璧。チャーム当てて、戻し切って、ペカリにフォーカスして、チャーム当てて。敵を倒しました。いったな。これ成長見せられたじゃない。結構変わったね。よし、一戦の勝ち。